難しい事件でしたら喜んで。人よりも謎を愛する脳科学者御手洗。天才の脳なのです。その前に立ちはだかる3つの難事件。次々と死体が流れ着く島。半年の間に6体。世界でも稀な時計仕掛けの海だ。アパートで女の変死体です。瞳孔が開いている。曇りはない。2000万円を入れた紙袋を受け。ただちゃん誘拐殺人事件。あなたが容疑者でした。正論。御手洗先生でしたら正論の謎を解き明かしてくれるんじゃないかと思いまして。まだパズルのピースは全部揃っていません。信長の鉄鋼船がなぜ沈んだのか。正論の謎が他の3人の事件に関わってるとなるとすごいことに。正論の謎と全てがつながったようだ。たった一つだけ真実があります。探偵御手洗の事件簿、正論の海。